リニア中央新幹線の工事で県外に流出した水を大井川に戻す田代ダム案について JR 東海と東京電力との協議が大筋でまとまり周辺市町からは大きな一歩との声が上がっていますリニア中央新幹線のトンネル工事に伴い大井川の水量の減少が懸念されている問題で JR 東海が解決策として提示しているのが 大井川上流にある田代ダムの取水を抑制して大井川の水量を確保する案ですこの田代ダム案について JR 東海は今年6月からダムを管理する東京電力との間で続けてきた協議が大筋でまとまったと今日発表しました JR 東海が今日新たに発表した田代ダム案の具体的な方法です 大井川取水ダムの清水ゲートを立ち上げることで、田代ダムに流れる水量を抑え、県外に流れた分の水量を大井川に戻す仕組みです。田代ダム案が実現可能な方策であると JR 東海が示したことに対し、島田市の染谷市長は大きな一歩と評価しました。 私たちも一歩も譲れないところが、この下流域における水資源の問題、えー、そういったことがですね、えー、こうなんていうんでしょうかね、解決できそうなメドが立ってきた、事、まあ、細かにさまざまなことがありましたが、やっとここまでたどり着いたということでありますので。染谷市長は今月10日 JR 東海から直接説明を受け、内容に異論はなかったと田代ダム案に対する前向きな姿勢を改めて示しました県の担当課は、JR 東海から大井川利水関係協議会の意向を確認し回答を求める要請があったことを受け、速やかに回答したいとコメントしています